あれは。そうですか、ルーシー先輩と。ああ、この前レミフェリアに出張した時にばったりとな。なんとか逃げようとしたんだが、ふんずかばっちまったよ。何発殴られたと思う？一発も。代わりにしがみつかれて泣かれてしまったんじゃないですか。ね。ルーシー先輩の気持ちはわかりますから。多分先輩が普段どれだけ危険なことをしているのか気づいたんじゃないかと思います。女ってのはたまに恐ろしく鋭くなるからな。やりにくくて仕方ねえぜ。自業自得ですね。懐かしいな。レオ先輩とも会っていませんし、いずれ同窓会とかしたいですよね。先輩、ダメですよ。そこは、おお、ミシュラムあたりでパーッと豪勢にやるか、とか言ってくれないと。一本取られたな。約束はできんが、ま、努力はしてみるさ。期待しないで待っててくれ。わかりました。楽しみに待っています。それでは、私はこれで。失礼します。ああ、ジークのやつにもよろしく言っといてくれ。やれやれ、ほんと成長してやがんな。さすがは次期女王陛下。あんたらもそう思わないか？気づかれてたか。あ、すみません。立ち聞きするつもりはなかったんですか？その、つい聞こえてしまって。でもエリーさん、すごく興味津々でしたね。ティオちゃん。いや、でも気になるぜ。一国のお姫様相手に随分お安くないじゃねえの。ああ、学校の後輩ってだけだ。と言っても日曜学校じゃなくてジェニス王立学園ってところだが。ジェニス王立学園、確かリベールにある有名な高等学校だったかな。ええ、確かに留学生も多く受け入れているけど。それじゃあ国費で留学されていたんですか？いや、ポケットマネーさ。ギリアスのおっさんのな。そんじゃ、俺もこれで失礼させてもらうぜ。ああ、そういや、あんたらタヌキどもに呼ばれてるんだってな。どちらも一筋縄じゃいかないから、せいぜい気をつけとけよ。あ、相変わらず怪しさてんこ盛りな人ですね。リベールの次期女王の先輩にあたる情報将校か。ますます興味深いね。いずれにしても彼が鉄血宰相の配下として動いているのは確かだ。何を狙っているのか見極める必要がありそうだな。